それではポトフ用のですね、豚肉の塩漬けですね。これポトフに限らず、まあ、いろんな料理に使えるんですけど、まあ、材料はですね、豚バラ肉ですね。これが大体 700g ですね、2つで。そして、セージ、ローリエ、タイム、お塩、あとブラックペッパーですね。これで作ります。でそれでまずブラックペッパー潰しますね。なんか香りが出ます。袋に入れてちょっと軽く叩いてあげてください。ちょっとまあこういう感じでできますね。これをミニョネットって言います。ミニョネットのワールですね。 黒い胡椒で潰したものをミニョネットのワールって言いますね。これを、まんべんなくこの豚バラ肉にかけます。であとローリエですね、砕いたものをこういう風にして乗っけて、ハーブまんべんなくいくように一応巻きますね。そしてタイムですね。裏表両方いきますね。でお塩です。そうですね、ちょっとうっすらと白くちょっとアップでお願いします。強めに打った方がいいですね。このぐらい振らした方がいいですね。厚いところはこのぐらいですね。薄いところはちょっともうちょっと薄くなるんですけど、その辺は加減になるんでちょっと難しいですね。でセージですね。まんべんなく巻きましたね。そしたらちょっと軽くすり込ませます。まんべんなくいくようにですね。ハーブも、全部で、あとはこのまま冷蔵庫の中で、1週間ぐらいですね、置いといても全然平気ですね。これだけ塩、大体これで 2% ぐらいいってますかね、全体の。このぐらい、中まできっちり塩味を入れてください。それでは今日はポトフですね、作ります。まず先日作っておいた、豚のバラの塩漬け、これはもう10日寝かしてありますね。こういう感じですね。そして、玉ねぎ、じゃがいも、人参、大根、かぼちゃで、あとニンニクと生姜は香り付けですね。そしてあとセロリになります。でまず一番初めに、豚肉ですね。これ塩抜きします。この塊のままですね、一度、水から炊いて塩気を抜きます。こうしてる間にですね、野菜を下ごしらえします。玉ねぎですね、この根っこの部分取っちゃうと、ばらけちゃいますんで、ばらけないようにですね、際どいところで全部落としてください。そうしましたらですね、玉ねぎばらけないようにちょっと大きめに切った方がいいですね。半分に切ります。そしてそれを、根元を切らないように3等分ぐらいですね、大きい方がいいですね。あの豚肉を煮込む時間が長いんで、その方がゆっくり味が出て、最後にまとまった味になってすごく美味しくなります。はい、人参は、このままですね、大体半分ぐらいに切って、このまま皮をむかないでいきます。大根ですね、大根も同じように大きく切ります。大根は顆粒でしますので、以前やりましたね、皮は厚めに剥きます。でこの皮取っといてください。野菜のだしに使いますので。
大根ですね、米のとぎ汁で一度火入れます。下茹でですね、大体6分目ぐらい火入れます。そして大豆にですね、一度、沸騰しました。そうしましたら一度これ、揚げます。まだ全然生々ですね。で、この水を全部一回変えます。